毎週火曜日の健康生活企画岩手元気丸、今日のテーマはドライアイということで、担当は江口さんです。はい、そもそもドライアイは日本人の6人に1人が患っているとも言われています。そうなんですか。特に空気が乾燥する冬は目も乾燥しますので、症状を訴える人が増えます。はい、早速ですが、津田さんがドライアイの可能性があるかどうか簡単なチェックをします。テレビの前の皆さんも一緒にやってみてください。はい、10秒間まばたきを我慢してください。我慢できずにまばたきをしたらドライアイの可能性があります。はい、準備はよろしいでしょうか。カメラに向かって目をパッチリ開けてくださいね。はい、いいですよ。せーの、10 9 8。あ、もうしちゃった。7 6 5 4 3 2 1。ストップ。皆さんはいかがでしたか。津田さんはまばたきをしていましたのでドライアイの可能性があります。しっかり VTR 見てください。今日はドライアイの症状やリスクを高める3つのコン、お家でできるドライアイのケアを取材しました。スタジオ乾燥してますよ。盛岡市青山にある橋本眼科クリニックの橋本真紀夫院長は、ドライアイ患者の最近の傾向について次のように話します。実際に働いている方々とか、それから学生の方々はもともとスマホやパソコンというのを使っていますので、特に多くなったという印象はないんですけれども、実際にそのコロナ禍で外出を自粛しなければならなくなった高齢の方々、それから子どもたち、こういった方々はやはりお家でのテレビの、あるいは読書の時間とかパソコン、スマホの時間が長くなったためにドライアイの症状を訴えるという方が多くなった印象は持っています。また通常鼻から下に向かって出る息が、感染対策のためにマスクをすることで息がマスクと鼻の隙間から目にかかることがあり、目が乾きやすくなった人もいるそうです。私たちの目の表面は涙で覆われています。涙は目の乾燥を防ぐ、ゴミを洗い流す、菌から目を守るなど様々な役割があります。ドライアイは涙の量が不足したり、涙の質のバランスが崩れたりして起こる涙の病気といえます。特に3つのコンがドライアイのリスクを高めます。これがパソコンとかエアコン、それからコンタクトレンズの使用によって、この涙が減ることによって実際に目を保護する力だったりとかが落ちてしまって、まあ、目がゴロゴロするとか乾く、あるいは霞んで見えるとか目が疲れやすい、こういった症状を自覚する病気です。パソコンやスマートフォンを利用すると画面に見入ってまばたきが減り、涙の蒸発につながります。エアコンによる空気の乾燥も涙の蒸発を加速させます。コンタクトレンズは涙の層を分断したり涙を吸収したりするので目が乾きます。また目が乾燥することで合併症を引き起こすことも。ドライアイっていうのは他の病気、特にアレルギー性結膜炎とかこういったものとは合併して症状を訴える方が多いですから、アレルギーの原因が目の中に入った時にドライアイの方はどうしてもそれを洗い流す力が弱いために症状が強くなるというふうに考えられます。ドライアイの疑いがある人は病院で検査をすることが大切です。自分のそのドライアイのタイプが、いろいろ涙が足りないタイプなのか、あるいは涙の性質が悪かったりとか、あるいは蒸発が強くって、起きるタイプとかいろいろありますから、そんなどんなタイプでどの程度のものなのかということをまず診断してもらうことは重要だと思います。一般的に軽いドライアイであれば涙の量が減ってますので、それを補うような潤い成分を持った点眼液をまず使用することになります。そしてまたそれがうまくいかない、あるいは足りないという時には、今は新しい成分を持った点眼薬も開発されていますの で、それに対して、効果的な治療法を行っていくということが大切です。目の乾燥が気になる方に自宅でできるドライアイのケアを教えてもらいました。タオルを40度、
お風呂の温度くらいのお湯につけて絞り、それをまぶたの上にのせて5分間リラックス。すると、まぶたの縁から涙の蒸発を防ぐ油分が供給され、症状が緩和されるということです。VTR 中、津田キャスターにはずっとホットタオルをまぶたの上に乗せてもらいました。いかがでしょうか。あったかくて目が気持ちいいなってずっと感じてたんですけど、あ、でも目開けるとすごく目の表面がつるっとなったような感覚がありますよ。ずっとしてましたけど、気持ちいいです。目の保湿に欠かせない油分がホットタオルによって促されるということです。目が乾いたなと思うときに試してみてください。ドライアイが気になる方は合併症の心配もありますので眼科を受診しましょう。はい、大変すっきりしました。以上、岩手元気丸でした。